これからどこ行きますか？函館。函館行くの？うん。何で行くの？まずバスで駅まで行って、電車で函館まで行く。楽しみ？うん。楽しみだね。で、水戸ちな初めての電車だよ。今バス来るよ。何分って書いてる？9時じゃないでしょ。20分来るでしょ。電車だよ、ジナ。レミ、初めての電車に乗っていくんだよ。バスに乗って電車に。バスにも乗ったじゃん。ね、電車に乗った。次、電車に乗るんだよ。大きい電車に。電車でさ、バスとか乗る。うん。来たよ、ほら。これに乗っていくよ。うん。4号車だからね。ほら、来た。さあ、これに乗っていくよ。お菓子食べる。お菓子。あ、結構乗ってるじゃん。いや、今降りるんだよ。どう？初めての電車だよ。レミ、帽子取ってもいいんだよ、もう。帽子、カルピス。ちょっと、ここの置いてよ、帽子。わ、進んだよ、レミ。進んだ。すごいね。ほら、チナ、チナ、進んだよ、ほら。動いたよ。レミ、この電車好き？好きになった。車内でご案内のインフォメーションボード。ご注意ください。携帯電話をお持ちのお客様、客室内ではマナーモードに設定の上通話はおやめください。ツナツナやめよう。さてツナはもう食べちゃった。ツナどう？初めての電車だ。ツナの顔面白かった。うん？初めての電車だよ。どう？何食べてるの？何食べてるの？どこ行くの？これから。これからどこ行くの？函館。そうだよね。函館だよ。函館、北海道だよ。函館。うん、北海道。北海道行くんだよ。初めての北海道じゃん。雪国だよ。ほら、青函トンネル。青函トンネルだよ。海の底なんだよ、これ。ちな、海の底にいるんだよ、今。海の底にさ、このトンネルがあるんだよ。すごいでしょ。ねえ、すごいね。もう北海道に入ったよ。北海道だよ、ちな。北海道ですよ。北海道も雪が多い。北海道から晴れてるね、今日は。キナ、今日は晴れてるよ。これに乗ってきたんだよ。楽しかった。あ、そんな
んだ。まあ、巻いちゃいんだよ。連れてきたね、サイダー。サイダー？うん、泣いてない。歩き回った。楽しんでる。初めてだから。市電が来たわ、ほら。すごい。どうしたの？舞ちゃんの家だよ、ここ。大きいね、なね。大きい。舞ちゃんと遊べばいいんじゃないの？ちょっと、どうしたの？ジャンバー脱いで。直樹、直樹何年生になった？ん？中1。中 1？ 結城は？あれ2歳違いだっけ、直樹とゆき。うん。で。おお、すごい。すごいじゃん。うちのハンバーガー食べてほら、チャイニーズバーガーだよ。これを、これを。はい。動かないよこれ。すごいちな。すごい。どこに行くちな。どこ行く？どこ行く？ほら。すごい。パパになんか買っていこうか。ちな、パパに何買う？パパに。パパに何買う？どれ？それ買うの？それ買っていくの？パパに。すごい。全部120円。よし、行くぞ。行くよ。何それ？ホストだってよ。どれ、みんなにして。レミ、こっち向いてよ。サンタさん、大きいね。何してんの？ほら、えな、サンタさん。すごい、すごい雪降ってる。すごい。ほら、すごいね、綺麗だね。
イルミネーションがかかればいいんだけど。ひげ入ってる。すごい。あ、ちょちょちょ。すごい。見てほら、あっち綺麗だよ。あっちちょっと見てこよ。うん、見てこよ。ほら、なんか綺麗。見て。すごい綺麗だよ。何あれ。すごい。ねえ、すごいね。ねえ、すごいよ、ほら。船使ってる。ねえ、見て。ねえ。ロペなんだ。ちょっとレミ、誰におんぶ刺さってんの。すごい雪、綺麗になってきたね。すごい。はい。顔つけよ。甘えよ。すごい、あっちも。ほら。すごい。すごい。うん、すごいね。綺麗。それは言い過ぎだよ、レミ。で、俺サマリサマリ。レミ言われちゃったよ、ナオキ。どうする？早く触れ。早く言って。ほら、休み。あ、1回休みだから教えないよ。あ、2回やるから、2回お休み。なんで？そう、2回。なんで？なんで？2回休み。だって間違えてるもん。1回休み。行くよ。